道民夫婦です。10月に入り旭岳で初冠雪が観測され、紅葉の季節となった北海道紅葉見物に来ました。こちらが私たちが行ってきたルート、美瑛の道の駅ビルケで全泊、十勝岳とその周辺美瑛の紅葉スポットをぐるっと巡った、そんな一日の流れをお見せします。ここは道の駅美瑛白金ビルケ。そして駐車場はこっちにオートサイトがあります。そしてこっちがトイレの方の駐車場に移動しています。今朝の気温は9度、電気毛布と FF ヒーターを使った。そして河原に行きます。こっち窓はというとこんな感じ、寒い。川洗いに行ってくる。こっちトイレ。道の駅の洗面所は物を置くところがなかったり汚れていたりするので、洗面道具を置かなくてもいいようにウエストポーチで出し入れしています。あら、水ちょっとしか出ない。もう一回。化粧道具もこんな感じ。山へ行くから日焼け止めは厚塗り。ただいまお顔の工事中。工事完了。ミッション完了。ここは結構キャンピングカー止まっている。だから日中はソフトクリームも食べられる。朝ごはん用の茶碗取ってくれる？電源もポータブル電源からにする？今日。どっちに取ろうかな。音だからポータブル電源からにしましょう。今日はキノコ王国で買った私の大好きな焼きニンニク、なめたけご飯と東川町だったっけ、そう、の平田こじ店の味噌、これは美味しい。で味噌汁、味噌、今日の朝ごはんのラインナップ、これコーヒー豆は旭川で買った純ドッグ、お得なコーヒー豆で朝ごはんに塩、そしてお皿を出す。お皿はこれにでドーンと入ってるよ。と箸置き、ドドーン。なんかグッズだけはすごいよね。よいしょ。じゃあパパにガリガリしてもらおう。これね、いつものようによしをかけてチンする。電子レンジ、おお、熱い。いつものごとく半分こうかぼか。さあ、これになめたけをかけるよ。焼きニンニクなめたけをかける。プチ、これ簡単でいいよね。は乾燥のやつを使ったネギです。今日の朝ごはん完成。
コーヒーでございます。紅葉、今年あんまり色ついてないね。そうなのさ、色つかないうちになんか急に寒くなって枯れてる。枯れてね、こういう年って紅葉しないで枯葉がパラ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 舞い散ってるのが多いんだよね。山すごい綺麗だよ。何だっけ、ここは十勝岳防岳台防災シェルターって書いてるけど、山の紅葉がすごいよ。3年前から続く火山活動、あ、生きてるんだ活火山。あ、すごいよ。紅葉になってる。今ここ現在地防岳台のところで、この十勝岳が三角のところで、この円があって3キロぐらい登山の人は登るのかな。そう、私たちは行けるところまで行ってみよう。ああ、こんなところ、石ゴロゴロのところを登っていくんだ。よくわからん。ずっと行ってみる。こっちから今来た。紅葉、これはすごい。あの山は生きてるの？あ、生きてるのはあっち。こっちだ。松みたい植物？崖になってる。ずっと。石積んで歩いてるんだね。至る所にこんな感じで。登山だよ、登山。よいしょ。よいしょ、石石。広い。北海道って感じ。今で何分ぐらい？今で30分ぐらい登ったかな。私たちはここら辺で引き返す。降りる方が怖かったりするね。怖い怖い、うん、吹上温泉保養センター白銀荘。ここは吹上温泉から見た十勝だけ。あれ、噴煙？左は噴煙。え、あのさ、山、雪だよ。初めだね。10月の初めなのに。道路がね、キラキラしてるよ。なんで？石に混じってる石英が多いのかな。十勝岳温泉。ん？
陽雲閣というところの温泉の前が綺麗と。上富良野八景、おー、いい景色、すごい。カフェレストラン、すずらんさん。彩りランチ、おお、きれい。デザートについてるのかな。わあ、どれから食べよう、きれいで。ちゃんとこれ、ね、ストローの先にもこうやってあ、ちゃんとなってる心遣い、うん、わヘルシーね、うん、お野菜か、うん、鶏肉が2つっていう感じで、あとはお野菜が、ちょっとお味噌汁をいただいてみようかな。じゃがいもの味噌汁いい感じ。サラダもいろんなものが入ってる。ヘルシー食、パパにチェックしてる。うちも美味しいです。パノラマの道、新江の丘。美瑛新江の丘、ドン。あっちの方とか耕してる、ドドーンって広いね。紅葉じゃないけど北海道の秋の様子、畑枯れたところとか耕してるところとか色が変わってる。少し色づいている。山は雪、畑茶色い感じがね、秋の北海道。だんだんってパッチワークみたい感じになってて、耕してる畑ね。拓真館、白樺並木。白樺回廊、一周250メートル、約5分。お、白樺。私にはコントラストの意味がわからない。枯れちゃってるね、今年夏暑かったからね。葉っぱがもう散っちゃってる感じ。もう白樺がいっぱい、やばいよ。おー、ここかな、回廊って。遠近法見たくなってる。ぐるーっと白樺に囲われた道が一周続いてるっていう感じ。鮮やかなキノコ。コントラストってどれのことだろう。どれのこと。チャンネル登録、高評価、励みになります。ご視聴ありがとうございました。